こんにちは、ダッキーです。今年の J リーグでもう初めての快挙が生まれました。それは何でしょうか？そう、湘南ベルマーレ初の J1 残留決定、イエーイあの、今年湘南ベルマーレは、はい、もう鹿島アントラーズにもうホームでアウェーでも勝ち越し、そして J1 順位がなんと半分以上の一桁順位を保つという素晴らしい状態にありますよね。いやー、というよりとも湘南ベルマーレはあの市民クラブですよ。本当にもう浦和レッズや鹿島アントラーズみたいに大企業を持たない市民クラブですよ。その湘南ベルマーレが、はい、なんとその J1 常連組を脅かす湘南スタイルを武器に見事残留を決めました。いやー、これは嬉しいなうん、湘南ベルマーレはちょっとご存知の方も知らないっていう方もいると思うでしょう。湘南ベルマーレが実はもうここまで来るに長かったんですよね。もう J リーグ始まった当初は湘南ベルマーレは当時平塚ベルマーレって名前でしたろ。もう藤田っていう親会社がありまして、もう本当にその親会社のおかげもあったか J リーグではもう湘南の暴れん坊と言われるほどの圧倒的なもう暴走スタイルで数々のタイトル、トロフィーを手にしてきたんですよね。ですが、98年あたりですかね。当時主力だったもうスター選手、中田秀俊などが大量放出。原因はもう親会社藤田が撤退。そこから、翌年に、もう、その主力放出が響いて、J1 降格。もう2000年から2009年まで、J2 にさまようことになりました。そして2009年に昇格が決定。ですが2010年、連敗記録を作ってしまうなど、不甲斐ないことをしてしまい、降格、最下位でした。そこから2012年ですね、超喜者監督という、今の湘南ベルマーレの監督がいますよね。その監督が指揮した1年目に、湘南ベルマーレが再び J1 に、帰ることは決定しました。そして2年前の2013年、湘南スタイルを武器に戦った湘南ですが、惜しくも18クラブ中16位、惜しくもあと一歩で残留できなかったんですよね。そっから再び降格して、2014年、開幕から14連勝など、史上初の J2 での新記録を更新、たくさん更新しながら、勝ち点101という快挙で、見事 J2 優勝、そして、J2 初優勝、そして J1 昇格を決めました。そして今年は3度目の勝利として、J1 残留を目標に、邁進したベルマーレが見事残留しました。いやー、長かったなー。本当に、なんていうんですかね、湘南は、本当に親会社撤退してから、消滅危機だったんですよね。90年代後半。もう、横浜フリューレスっていうクラブがあったんですよ。そのクラブは消滅しまして、湘南ベルマーレも、そのクラブと同じように、消滅する可能性があったんですよね。ですが、今の社長、会長ですかね、社長や、もう、真壁さんや、今の会長ですかね、真壁さんや、今の監督、超喜者監督など、が、このままだ、湘南ベルマーレは、存続するべきだ、という熱い気持ちありまして、市民クラブとして再出発。そっから J2 で長い間、さまよい続きましたが、昇格。もう J1 に挑戦しても、はい、降格。上がっても、降格。と、エレベータークラブ現象が起こっておりまして、うん。
それでも残留を決める、3度目で残留を決める。あのどんなに辛いことがたくさんあっても、もうどんなにどん底にされようとも這い上がって、また潰されても這い上がって、潰されても這い上がる。湘南ベルマーレは本当に素晴らしいクラブです。ですので今回の今年の昇格は本当にベルマーレファンとしては本当に嬉しいです。まだ J リーグの試合はありますが、湘南ベルマーレはもっと J1 の舞台で大暴れして、湘南の暴れん坊、いや今湘南スタイルですね、もう全員で走って、全員で攻めて、全員で守る、その湘南スタイルで今度は J1 残留だけでなく、天皇杯優勝や J リーグ優勝などタイトルを、あの90年代みたいなタイトルを手に入れてほしいです。はい、どんなことがあっても絶対立ち上がる、そんな湘南ベルマーレが大事なザッキー解散。はい、湘南ベルマーレおめでとう。それではありがとうございました。